はい、こんにちは、116ウィンズです。今回は新人王候補について話していこうかなと思っています。昨年の新人王争いで言えば、特にエールの争いが非常にハイレベルで、最終的にマリナーズのフリオ・ロドリゲスが新人王となりましたが、オリオールズのラッチマンにしてもガーディアンズのクワンにしても、シーズンのウィンザボリプレイスメントを5以上叩き出す選手が3人もいました。彼らの新人離れした活躍ぶりには目が離せなかったわけですが、今年は NL の新人王候補にとにかくスケールがでかい選手が複数いて面白いなと、特に近い将来球界を代表するスーパースターになってくれるんじゃないかと、本当にワクワクするような存在3人が早くもメジャーレベルで結果を残している状況にありますので、今回はそんな選手たちをチェックしていく動画となります。はい、まず1人目はダイヤモンドバックスのコービン・キャロル。キャロルはシアトル近郊出身の22歳の外野手で、ドラフトは2019年全体16位指名。高校時代のキャロルは178センチ程度と野球選手としては小柄ながらも、体のサイズ以上のインパクトを残し、スカウトからの評価も上々。洗練されたヒットツールにアプローチ面も良く、スピードもあると。そのスピードを生かした外野守備も評価されていて、世代の中ではトップクラスのセンターでもありました。まさに走攻守すべてでインパクトを残せる5ツールプレイヤー候補という感じで、高校生ながらドラフト1巡目指名を受けるだけの理由があったわけですね。ダイヤモンドバックスとの契約後、2020年はコロナの影響でマイナーのシーズンが中止。翌2021年はわずか7試合に出場した後に肩の大怪我でシーズンを棒に振ってしまうなど、実戦から遠ざかってしまった時期もありましたが、昨年2022年は AA で打率3割1分3厘、AAA 昇格後も打撃のレベルは全く落ちず、ブランクを感じさせない好成績を残したことでシーズン終盤にメジャー昇格。32試合で OPS8 割3分と早くもアジャストしてみせ、今後のチームのコアを担える人材であると確信したダイヤモンドバックスは、昨年オフにキャロルと8年総額1億1100万ドルの大型契約を結ぶなど、まさに将来を嘱望されている選手です。で、そんなキャロルですが、まさにダイヤモンドバックスがここまで早く長期契約を決断した理由がわかるシーズンとなっています。現地7月1日時点でのベースボールレファレンスサンスのウィンザボリプレイスメントは 3.5。 これは現状リーグの野手の中ではトップ10に入る水準で、なんならつい数日前まではブレイブスのロナルド・アクーニャ・ジュニアに次ぐウィンザボリプレイスメントを叩き出していました。アクーニャが現状リーグの MVP 筆頭候補とはいえ、ここまでのキャロルの活躍ぶりはリーグでもトップクラスであることから、彼は単なる新人王候補にとどまらず MVP 候補でもあると、シーズン全体の成績見ても文句のつけようがない成績で、79試合で打率2割9分、ホームラン17本、 OPS9 割2分6厘、さらには24盗塁もマーク。シーズンちょうど折り返しでこの成績ですので、このペースでいけばルーキーでのシーズン30本30盗塁の 30-30 達成も十分射程圏内となっています。MLB の歴史上、ルーキーイヤーに 30-30 を達成した選手は2012年のトラウトしかいませんので、いかにキャロルがスペシャルなタレントであるか、これだけでも伝わるでしょうか。今季のダイヤモンドバックスはドジャースらも抑えて現在 NL 西地区首位に立っていますが、その躍進の象徴的存在がまさにキャロルであり、走攻守でインパクトを残せるだけに、これからどんなスターになっていくのか楽しみな存在です。普通の年であればもう新人王はキャロルで決まりという感じなんですが、この後のシーズン次第でもしかしたらその地位を脅かすかもしれないのが、レッズの内野手エリー・デラクルーズ。ズバ抜けた身体能力の持ち主であるデラクルーズのセンセーショナルなデビューは、おそらく皆さんの心にも深く刻まれたのではないでしょうか。キャロルとは違い、プロ入り当時から評価が高かったわけではなく、ドミニカ共和国出身のデラクルーズが2018年にレッズと契約した際の契約金はたったの6万5000ドル。母国でプレーしていた際には周りの子たちがどんどんプロ契約を結ぶ中で、彼だけはなかなか契約が決まらず夢を諦めかけたこともあったとか、契約後もすぐに評価が上がったわけでもなく、マイナーのシーズンも中止になったりと、彼の道は常にデコボコ続きでしたが、ここから彼の伝説の幕開け。契約時と比べて体がかなり大きくなったおかげか、2021年のワークアウトでパワーポテンシャルを示すと、アリゾナコンプレックスリーグでは11試合で打率4割、長打も11本放つ大暴れ、次第にスカウトの注目も集まり始めたようで、昨年はハイ A と AA で計121試合に出場して打率3割4厘、ホームラン28本、OPS9 割4分5厘、そして47盗塁、三振の多さは課題ながらも体が成長してもなおアスリート性が増すなど、球界全体でも有数のトッププロスペクトという地位を確立するシーズンとなりました。デラクルーズはまだメジャーで22試合にしか出場していませんが、すでにそのポテンシャルの高さというのは存分に発揮しているのかなと思います。デビュー後に記録した最速の打球初速 116.6 マイルは MLB 上位 2% の水準ですし、選手の走力を測る指標であるスプリントスピードは現状 MLB 1位。パイレーツのオニール・クルーズが出てきた時も思いましたが、デラクルーズに関してもその身体能力お化けぶりはちょっと他の選手は真似できないなと思うものがあります。またデラクルーズ上がってからすぐにもたらしたインパクトの大きさもまた印象的ですよね。身体能力が遺憾なく発揮されているのもそうですし、デビュー15試合目となった6月23日のブレイブス戦では早くもサイクルヒットを達成。
デビューからの記録としては1901年以降で史上3番目の速さだそうですが、こういった大記録を早速達成してしまったのもスター性を感じさせます。レッズの雰囲気がガラッと変わった点もそうです。昇格が決まった時点でレッズは27勝33敗で地区3位、開幕前は最下位予想が多かったのでそれを考えたら検討していたものの、それ以上でもなかったはず。そのチームがデラクルーズ昇格後、12連勝を含む16勝6敗で一気に首位に躍り出てしまったわけで、彼の昇格を境に空気が変わった感はやはりあるのかなと。デラクルーズ自身まだまだ荒削りな部分も多く、レッズも未完成のチームですので後半戦以降どうなるかは分かりませんが、願わくばキャロルの新人を脅かすくらいの活躍を見せてワクワクさせてほしいですね。そして最後がマーリンズの先発投手エウリー・ペレス。ペレスもまたとんでもないピッチャー出てきたなと思わされたものです。ペレスは2019年にマーリンズと契約した現在まだ20歳の右腕で、コロナの影響でプロデビューが2021年まで遅れたものの、プロでのプレー経験が全くない17歳の彼をいきなりシングル A に送り込むくらいにはマーリンズが自信のあった選手で、そしてその見立ては全く間違っていませんでした。この年はシングル A とハイ A で計20試合に先発し、防御率 1.96、一気にトッププロスペクトとしての地位を確立すると、昨年は19歳にしてダブル A のローテーションを回し、そして今年あっという間にメジャーの舞台にまでたどり着いてしまいました。マーリンズと契約した時点では細身ながら身長が195センチ程度とかなり高かったペレスですが、プロに入ってから身長がさらに伸び、現在は203センチ程度。加えて体つきもたくましくなったことで投げるボールのクオリティも向上。平均で90マイル中盤、時に100マイル台にも届く速球に、カーブ、スライダー、チェンジアップはどれも効果的な球種となっています。おまけにこの年齢、この身長の選手としては珍しく、制球面も素晴らしく、それはまあ真のエースになれる逸材として期待もされるよなぁと。アグレッシブに彼を昇格させたあたり、マーリンズは常にペレスに高い壁を用意したんでしょうが、それすらも軽々と乗り越えてしまったポテンシャルの高さです。そしてメジャーでも今のところペレスのピッチング素晴らしいの一言です。前回先発のブレイブス戦で1回持たず6失点してしまったことで少し成績悪化してしまいましたが、それでもここまで10先発で防御率 2.47、 今季40回以上投げた先発の中では MLB 4位の好成績ですし、ベースボールレファレンス算数のウィンザボリプレイスメントも早くも 1.5 とアルカンタラの調子が上がらず、ロジャースやカブレラ、クエトの誤算もあったマーリンズ先発陣を支える活躍ぶりです。特に圧巻だったのが5月28日から6月25日までの6先発。この間33回を投げてわずかに1失点、イニング数以上の奪三振を記録しながら被打率は1割7分1厘。基本的にペレスは自分よりもずっと年上のバッターたちを相手にしているにもかかわらず、投げている時は彼らを簡単に手玉に取ってしまって、本当に20歳かと思うくらいに堂々としたマウンドさばきを見せてますよね。マイナー時代からどれも効果的とされた各球種もランバリューの面では全てマイナスということで失点減少に寄与していて、どのボールでも勝負できるのがまたいい。マーリンズはここまでペレスを長くても6回までしか投げさせず、またシーズンを通して彼のイニング数は注視していくと思いますので、主にプレー量の問題から新人王受賞は難しいかもしれませんが、近い将来アルカンタラに並ぶ、あるいはアルカンタラすらも上回るような大エースへ、その成長過程を見られるのが楽しみです。ということで本当にスター性が光る3人、特にスケールの大きさを感じる3人をご紹介してきましたが、 NL の新人王候補で言えば他にもマット・マクレーンやスペンサー・スティアーなどのレッズ勢を中心にソリッドな活躍を見せているルーキーも多く、各所で若手が光るシーズンとなっている印象です。7月入ってダイヤモンドバックスやマーリンズ、レッズがリーグ上位の成績を残しているあたりからも、そういった若手たちの存在によってリーグの勢力図が変わろうとしている様子も伺えます。シーズンもまだ半分残っていますので、夏場以降も活躍を続けられるかは大事になってきますが、今後に向けて本当に期待したいなと思っています。ということで今回の動画は以上としたいと思います。今後もですね、MLBに関する動画を上げていきますので、興味のある方はぜひチャンネル登録していただけると幸いです。それではご視聴ありがとうございました。